はい、どうも。はい、よろしくお願いします。じゃあ委員長よろしくお願いします。はい、どうぞ。先ほど終わった報告なんですけれども、 NHK です。私から1点、特に9条のところでですね、命と主権を守る、急迫性の時は自衛隊も使うということをちゃんと訴えていきたいと、参院選において、このポイント狙いはどこにあるんでしょうか。これは9条で平和を守れるのかという不安はあると思います。でそれに対して私たちは、9条の精神に立った、平和外交の力で日本を取り巻くこの国際環境を平和的な環境にしていくと、これは何よりも大事だということを訴えますけれども、それでも万が一の急迫性の資源侵害などがあった場合には、自衛隊を含めて、あらゆる手段を用いて、国の主権を守り命を守ると、これは基本の立場です。ですから、それもきちんと訴えていく必要があると考えました。それはそれに対するやっぱり誤解が今あるのではないかという認識があるということでしょうか。先ほどちょっとお話したんですけども、9条というのは、無抵抗主義じゃないんですよ。これはで、これは9条の下でも個別的な自衛権は存在する。で必要に迫られた場合にはそれを行使するのは当然の権利だというのは我が党の実は一貫した立場なんですね。ですから、そういう立場も含めてね、私たちとしての、万が一の時にどうするかということについてもきちんと述べておきたいということです。で各社さんどうぞ。はい、朝日新聞の横山です。報告の中でですね、平和を壊す予算体制を許さないという部分でですね、はい、これまで国民民主党については、与党宣言というような発言もありましたが、ある意味踏み込んでこの平和を壊す予算体制の一部に今回このタイミングで踏み込まれた理由というのは、これは国民民主党の、言動、これを吟味してみますと、憲法9条の改定、の旗振りをやってますね。それから敵基地攻撃についても事実上賛成している。であるいは核共有についても慎重にと言ってますが、検討するという立場ですよね。ですから流れとしてはもう同じ流れにあると、明瞭です。ですから私たちは自民党、公明党、維新の会、国民民主党による平和を壊す抑散体制に共産党の躍進で審判下そうということを訴えて戦います。そういう意味でも参院選の枠組みっていうのはもう固まってきている。私たちは政治的な、私たちとしてはそういう構図になっていると思っております。はい、共同通信の奥山です。はい、野党共闘の話の中で、率直に言って困難な前途が予想されるというお話があったと思うんですけれども、これは具体的にどのような現状認識や思いに基づいてこういった発言されたんでしょうか。あまりこれ以上具体的には申しません。ただ全体として、様々な妨害や障害が今生じております。これは皆さんも目にされていると思います。ですから全体容易ではないことは私たちもそう考えております。ただ日本の政治を変えるには市民と野党の共闘しかないと、この私たちの信念は揺るぎません。でこれは6年半の現実が証明しているわけですよ。4回の国政選挙を共闘で戦ってやはり成果は上がってきている。ですからこれはもう事実が証明している。でこの道しかないと思います。ですからどんな困難があってもこの道を進みたい、こじ上げたい、そう思っております。それから政権の問題についてもですね、なかなか道のりは容易じゃないことは分かっておりますけれども、しかし今日報告でも述べたように、安保法制の廃止、立憲主義の回復などのですね、緊急の課題を実現するための野党連合政権を作るということはですね、日本の政治にとっての必然的な発展方向だと、つまり日本の政治をまともにする上では絶対に避けて通れないことだという信念には変わりはありません。ですから、そのために努力したい。そのためにもですね、今度の参議院選挙で、共産党を伸ばすと、躍進させるということがその先を開く一番の力になるということに、力を集中したいということであります。
すみません、重ねてよろしいですか。はい、あの今 の新委員長のお話でもあったように、この安保法制の廃止というものを改めて訴えられたと思うんですけれども、まあ、これは野党の中でもさまざまな意見があるように、まあ、取材では聞いているんですが、これは今後、その共通政策というものを結んでいくにあたって、やはり一丁目一番地という、まあ、重要度というのもそうですし、まあ、どういう文言で盛り込まれるべきだですとか、まあ、要はどうやって訴えていくため の, まあ、そういう共通認識を作っていけばいいとお考えでしょうか。野党間で、政策考える場合に安保法制の廃止、これ私はますます重要かつ不可欠になっているということを強調したいと思います。でますます重要というのは、先ほどの報告でも述べたように、今敵基地攻撃ということを言われております。これはかつての議論と違うんですね。かつて1950年代以降に言われた敵基地攻撃というのは、専守防衛を建前とする自衛隊が前提とされていた、そういう自衛隊が、どういう対応するかという議論でした。今は違うんですよ。安保法制の下での敵基地攻撃、ここに非常な危険がある。つまり日本の攻撃に対する武力攻撃がなくても、アメリカが戦争を始めた場合に、そのアメリカを守るためにね、自衛隊と米軍が一体になって敵基地攻撃を行うということですからね。これはまさに安保法制プラス敵基地攻撃というのは非常な危険だと思います。今の現実的な危険はここにあるというふうに考えておりまして、ですからそういう危険を考えても、安保法制の廃止というのは、これはもう一丁目一番地というだけではなくて、まさに今の情勢に照らしても、もう本当に重要な課題だと考えております。委員長、すみません、はい、ご覧になりまして、参院補選が今日告示されまして、まあ、立憲民主党とは候補一本が図れなかったわけですけれども、まあ、どういった姿勢で臨むとお考えですか。まあ、これは我が党の候補の勝利のために全力を挙げます。そして堂々と今日お話ししたようなウクライナ問題に対する態度、あるいは救助に対する態度、経済の回復の問題、堂々と我が党の政策を訴えて勝利したいと考えております。はい、はい、今日的なメディアの状況も含めて大逆風というか大激流感じておられると、いわゆるそのところでは反戦と平和の党としてですね、そういう勢力が広げていけるというお考えになりますか。絶対に広げていかなくちゃいけないと。やはり今危機に乗じた、憲法9条はもう無力だと、あるいは国連は無力だと、で危機に乗じてですね、そう言い募って、ひたすら軍事力の増強、改憲、さらには核兵器の保有というところにの議論が、起こっているわけですね。大合唱が起こっている。でそれに対して率直に言ってメディアの多くが、その時流に流されている、正面からその危険性を警鐘を乱打する役割を果たしているとは言えません。全部とは言いませんが、多くがそうなっていると思います。メディアの状況も私は抑散状況に陥る危険がある、こう考えております。まあ、そういう状況の中でやはり日本共産党100年やっております。で戦前のあの侵略戦争に対して文字通り命がけで我が党は戦い抜きました。反対を貫きました。で我が党の前身の石器、これもですね、そういう論陣を残しております。ですからそういう党としてね、やはりこれだけの、平和と憲法に対する攻撃があるときに絶対に負けない、でこれを跳ね返していく、そして必ず共産党の躍進を勝ち取る、このことによってですね、日本の前途を守っていく、開いていく、でこの選挙にしていきたいと、まさに戦争か平和かがかかった、日本の進路がかかった選挙だと思います。で国際的には国連憲章が問われている、国連憲章に基づく平和秩序が問われている、この点で私たちの立場は明瞭でありまして、国連憲章と国際法を守り抜く、この立場を訴えてね、勝利を勝ち取りたいと思っております。はい、質問のある方、ちょっと国民民主党の話に戻るんですけれども、核共有について検討が必要と言明しているとおっしゃってましたけど、私の理解で玉木代表は核共有については、まあ、現実的じゃないと話していて、まあ、懐疑的な立場だと思うので、その辺の認識の違いはどう。慎重に検討という発言だと思います。慎重でも検討するということじゃないでしょうか。ですから私は核共有についても検討というふうに申しました。あともう一点、その国民民主党と、まあ、それから非核三原則についても見直すと
という発言がされてたと思うんですね。今核共有の問題一番のポイントになるのは日本自身で核兵器開発したりするって話じゃないんですよ。日本に核を持ち込むって話なんですよ。だからこの核の持ち込みってところでね、国民民主党ははっきりとそれについての議論が必要だと言ってるわけですから同じことです。あとも言ってその、まあ、今回その抑散体制の一つだった国民民主党と、はい、まあ、立憲民主党はまだ連携を模索している状況なんですけども、その立憲民主党とまあ共闘しようとしているということについては、まあ、その立憲民主党の態度については共産党としてはどう考えているのか教えてください。これは立憲民主党が決めることです。ただ我が党は先ほど言ったような立場で戦います。よろしいでしょうか。よろしいですか。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。